レンツォ・パゾリーニはイタリア出身のオートバイレーサー。1960年代にイタリアで最も人気のあったライダーの一人である。展開を予測できない派手なレーススタイルが特徴で、それが災いしてワールドチャンピオンになることはできなかったものの多くのファンを引きつけ、同時代のイタリア人ライダーでライバルでもあったジャコモ・アゴスチーニと人気を2分した。パゾリーニは イタリアのリミニでオートバイ好きの両親のもとに生まれた。一時期ボクシングにのめり込んだが、1958年にモトクロスを始めた。パゾリーニはスポーツ選手としては珍しいことにヘビースモーカーであった上に手のつけられない遊び好きとしても知られ、あらゆるパーティーに顔を出していた。その一方で、ひとたびオートバイに乗ると、ほとんど転倒しているのではないかと思わせるような、 危ういバランスと信じられない、スピードのコーナーリングを見せた。モトクロスで、まずまずの成功を収めたパゾリーニは、体力を維持するために、他のスポーツを行いながら、ロードレースに精進を合わせた。1962年、175cc の、アエルマッキで、ロードレースに、デビューすると、この後長きにわたって、ライバルとなるジャコもアゴスチーニを抑えて2勝を挙げた。この後、 二年間の兵役のためにレース活動を休止したパズオリーには配置先のサルデーニャで将来の妻となるアンナと出会った。後にアンナとの間には二人の息子を設けることになる。1964年兵役を終えてレース活動を再開すると同時に 250cc クラスと 350cc クラスにステップアップした。1965年には イタリア選手権でベネリのマシーンを借り、250cc クラスではタルクイニオプロビーニに次いでランキング2位、350cc クラスではアゴスチーニとジュゼッペ・マンドリーニに次ぐランキング3位を得た。1966年のイタリア選手権最終戦、パゾリーニはベネリの新型4気筒 500cc で勝利を飾った。マイク・ヘールウッドのホンダやアゴスチーニのメガボルト、 アグスタと渡り合えるだけの競争力のあるニューマシンを得たパゾリーニは彼らの手強いライバルとなり、1968年には250と350のイタリア選手権を獲得、さらに同年の世界選手権 350CC クラスではアゴスチーニに次ぐランキング2位となった。しかし、1969年にベネリのチームメートで、 歩けるキャラザースに 250cc タイトルを奪われた。頃から歯車が狂い始める。レギュレーション変更によって1970年からはロードレース世界選手権の 250cc クラスは2、気筒以下に制限されることになり、ベネリは 350cc クラスに集中することを決定した。九百七十年はベネリで百五十 c c クラスを走ったパゾリーニだったが、 アゴスチーニとキャラザースに次ぐランキング3位に終わるとシーズンオフにハーレー・ダビッドソンに吸収されたばかりのアエル・マッキに移籍した。しかしアエル・マッキ、ハーレー・ダビッドソンの 250cc のマシンの開発に予想以上に手間取りテストに専念するために1971年シーズンを棒に振ることになった。それでもマシンは十分な戦闘力を得るまでには至らず一方で パゾリーニがレースを休んでいる間に、ヤーノ・サーリネをはじめとする強力なライバルが、対等していた。1972年には、そのサーリネにわずか1ポイント差で 250cc クラスのタイトルを譲ることになった。1973年5月20日、イタリア GP が開催された、モンツァサーキットでパゾリーニは命を落とすことになった。この日、 マシントラブルにより 350cc クラスのレースを残り4周でリタイアしたパゾリーニは続いて行われた 250cc クラスの1周目に転倒を喫する。すぐ後ろでパゾリーニを追っていたヤーのサーリネンも避けきれずに転倒。後続のライダーも次々と巻き込まれ最終的に12台のマシンがクラッシュする大惨事となった。この多重クラッシュによりパゾリーニとサーリネンが死亡した。 パゾリーニが突然転倒した原因については諸説あるが最も有力なのは直前に行われた三百五十 c c クラスでウォルタービラのマシンから漏れたオイルが路面に残っておりパゾリーニのマシンはこのオイルに乗ってスリップしたのではないかというものであるビラのマシンは残り二周となったところでオイル漏れを起こしたが少しでもポイントを稼ぎたいと考えたビラはそのまま走り続け 結果として、コースに多量のオイルを撒くことになってしまったのである。ライダーの一人であるジョン・ドッツは、コース上にオイルが残っている恐れがあることを 250cc のレースの前に各ライダーに警告するようにオフィシャルに要請していたが、オフィシャルはこれを怠っていた。少なくとも、ピストンの焼き付きなどのエンジントラブルが点灯の原因でないことは、後の調査からはっきりしている。 750パゾ1986年、カジバの参加となって間もないルカティから、パゾリーニの名を冠したオートバイ、パゾが発売された。パゾをデザインしたのは、リモータの設立者の一人であり、パゾリーニの友人でも、あったマッシモタンブリーニである。ルカティパゾも、参照1964年から1968年までの、ポイントシステム1969年から1987年までの、 ポイントシステム、ありがとうございます。